はい、私、本日なんですけどね、今回はね、ちょっと真面目な企画というか、まあ、僕の、考えや思いっていうのを、西成のこの場所から皆さんに伝えたくて、動画を回してます。まあ、僕の思いっていうのはどういうことなのかと言いますと、僕のチャンネルをね、見てくれて、生きる希望を失ってた人が、希望につながったとか、笑うことによって、なんかすごい元気になったとか、たくさんいてるんですけども、僕がね、今知ってる中で、このチャンネル見てる方っていうのは、まあ、2名の、がん患者の方がいます、で、今日はね、その方2名のために動画を回してます、で、それの患者のために戦ってるあなたのために、今日はちょっと、自分の思い、考えっていうのをノンストップで、編集なしでいきたいので、ノンストップで自分の思いっていうのをそのまま伝えたいと思うんですね。ただ伝える上で、こいつは欠かせないということで、今日ゲストを呼んでます。食べてないでしょ。生きてる、生きてる、生きることはサンサラ。すいません、今紹介にいただいた私、満州恵子こと坂田恵子。すいません、ちょっとありがとうございます。周りの関心の方いっぱいありがとうございます。ほんまに、なんかちょっと、はい、今日ね、来てもらったのは、先週ぐらいかな、先々週ぐらいに、俺一回言われたのが、人を一回笑かすことによって、その人間の寿命が、なんか、何時間が伸びるっていうのを聞いてて、すいません、人が一回大笑いすることに、175時間、私、ちょっと覚えてるんですよ、の寿命が伸びるんですよ、人の。ほんで、なんか、その後に、ちょっと俺ら二人で、どんどん寿命伸ばしていこうぜっていうのと、そう、私たちの寿命も、で、あなたたちの寿命も伸ばしたい、全世界の人間の。ほんでなんかね、満州の動画見て爆笑しましたって人結構いてて、でなんかこのまあね、2人でどんどん寿命を伸ばしていければいいなっていうのがまあ一点なのと、まあ、あと一つはね、共通のがん患者の方、そして、僕個人で、一人がんで戦っている方がいてるんですけども、その人のために今日はちょっと動画を撮ろうと思ってます。まずね、俺から言ってもらっていい、言わせてもらうと、厳しい話をすればね、人間って、まあ、性があっていつかやっぱ終わりが来る、でその中でやっぱこの今がんを抱えて苦しくて大変な時期なのに、まあ、コメントいただけるときに必ず前向きなコメントとか、それを全然感じさせないコメントをいつもいただいてて、すごい僕の中では、本当に、恐怖との戦いの中で頑張ってるのにすごい感じさせない、逆に僕はそのエネルギーをたくさんいただいて、まず一つはありがとうございました。同じくです、ありがとう。きっちゃん、君はほんまに悩んで戦ってるファンの子、ありがとう。でそんな中でね、僕が今日、まあ、この動画として言いたいのは、見るだけじゃなくて、僕はね、同じ仲間として、一緒に戦っていけたらいいなと思うんですね、その僕が、まあ、一つ案として、あなたたちが、一生懸命前を向いて戦っていってることが、僕たちの番組を見てね、希望に、変わってくれる人がいてる、でもあなたたちが、一生懸命戦うことによってそれが希望に変わるし、エネルギーに変わるし、僕とすれば、こっち側の人間、同じ仲間となんだよってことを僕は言いたいなとは思います。もう本当言いたいのはそこだけなんですよ。あとは、どうであっても僕はまあ一生その2名の方に関しては、向き合っていくので、バックミュージックがやばい、いやいやいや、向き合っていくので、いいのね、果てない夢がちゃんとバックミュージックやばい。俺にとっては最後に同じ仲間なんで、それだけちょっと頭入れて、なんかいっぱいいっぱいになったり不安なことあった、僕電話ね、後から、まあ送ってくんで、電話くれてもいいし、 LINE で送れてもいいし、全然一緒に、
この僕の番組を見て、どうのこうのというよりは一緒にね発信していきましょう、うん、今ある場所から発信していって、人のために一緒に生きていけたらいいなと思います。僕からの気持ちは以上でます。はいどうぞはいどうぞ。共に人間のこんだけ人類がいっぱいおって、で私坂田圭子満州圭子がいて、エラトシもいて、そして私たちを知ってくださって関わってくれる人、その方ってほんまにこのごっつい人類の中でわずかなんですよ。人生において、わかります、一つの人生においてすっごい縁があるんですよ。だから、はい、普通の縁じゃないよ。来るべきして来る縁、私たちが与えるべきして与える縁なんですね。わかります、あなたこれ見てくれてるあなた一人一人なんだよ。ヘラちゃん一人の人絶対大事にするから、うん、だからあのすいません横からあのすいません横から淀が、あのここのすいません、うん、あのだから私は共にと思ってる、みんな坂田京子、ヘラトシヒコ、そして今目の前にいる戦ってるみんな、私にはがん患者さんで戦ってる人もいれば、精神疾患者で、あのなんか救われましたっていう人もめっちゃくちゃいます。それがエラちゃんのなんか動画とかを見てなんか言って、あの今めっちゃくちゃ来てくれてるんですよ。そしたら私は何をしなあかんかって考えた時に、もうこの人とエラさんと坂田圭子共に、であなたたち共になる、私たちが上でも下でも、あなたたちが上でも下でもない、共に何かを共有してやっていこう。でもそのためには、共有するためには私たちは発信者なので、何か今は YouTube でね、こうやって面白おかしく、すいません私の泥酔動画とかもね、面白おかしくやってくださってますけれども、もっと次のステップに行こうと思ってます。ほんまに皆様のと一緒に共に、次のステップに進むために、うん、まあなんすね、僕は同じなんですよ、気持ちは全く、同じチームとして同じやね、私同じやから、同じやろ、同じじゃなかったら坂田圭子ほんまにこんだけ、私ほんまこの人ピックアップしてるんですよ。あの逆や逆や、あじゃあ私がちょっとこれだけちょっと言わせてほしいんだけど、坂田圭子という女、人間普通あんまり人間とか男あんまりピックアップしないんですよ。すっごいほんまに、あ、ね、私ほんまそうやから、昔からもう見た、分かってくれてる昔からの人はほんまにすごい、世界を日本を変えれるぐらいの愛を持った人しか私はピックアップ絶対にせずに生きてきました。私がそうです、すいません。でこのなんすね、まあ僕ね、僕らもやっぱずっと戦っていくので、共に戦っていくことによって、戦うことを見た、周りの人が勇気に変わればとは思います。ということでございます。ということで、今日はね、ノンストップで自分のお互いの思いをそのまま伝えさせていただきました。お前のちょっと熱くて今ちょっと邪魔すんな、おろす、うん、相手に名前を伏せさせていただきましたけども、あなたために、今日は動画を撮らせていただきました。私はちゃんと SNS メッセージで、この人が頑張ってるから僕はこの人のためにって、一人の人のためにがん戦ってる人のためにって、私はちゃんとメールをもらいました。あのですということでね、これがモラジ仲間としてね、僕にとってはね、仲間というのも大事な家族としてね、一緒に前に進んでいければいいなと思います。今日はこれにて終わります。
絶対負けんのや絶対負けたらあかんのや。ごめんなさい、おっしゃい分かった一緒に戦おうぜ、一緒に行きようぜ、一緒に行きよう。うわー